先週書いてもらって、えらい舐めるもんですから、一回剥がして月曜日ぐらいに取り替え、4300本月曜かな、火曜かな、取り替えてみたんですよ、で、それからまだそのままつけてるんですけど、取り替えても舐めてはい、通常はあのそういう腫瘍のところに使うやつじゃないからさ、普通の傷のところに使うと傷が早く治ってくれるので、そのいかんかな、じゃああれ一応あの車に向かってすいません、はい、でもちょっとまあ変えたのがいつ変えたんですよ、月曜日、月曜かな、火曜かな、月曜か、はい、一応水曜日ぐらいまでって言われてましたけど、ちょっと早めに一回変えて、体重はちょっとまた戻してるんで、この間4200だったんですよね、4300いいですよ、なんとかここで4200から300を行ったり来たりして踏み踏みになってるという、食べるのはまあまあ食べて、はい、それなりに元気で、はい、でもおしっこはたくさん出てますよね、そうですね、はい、水もだいたい250ぐらいはだいたい毎日飲んでる感じ、はい、まあ、それ多いけど飲ませてくださいね、はい、おしっこ出ちゃうから、はい、それ飲まないと腎臓悪くなってちゃうんでね、はい、そうか、気になるか、その周りを洗ってもらいましたかね、はい、今朝あのメトディッシュでこう、もしかしていつも匂うのはさ、口じゃなくて口の周りが匂ってるんですよね、そうだね、
多分こんな感じになっちゃうからさ、そんで買えるんじゃないかな。あのこれは綺麗になってますもんね。この間もこんな感じでした。そうですね、もうちょっと赤みがあったみたいですけど、それはそれでまあまあ、そう、傷は治っ、傷っていうか肉は持ってきてましたね。 あとちょっとここだけどね、この真っ黒の辺にちょっと赤いピンクのが見えるだけでね、人間でもカタクタができる家に行くのそんな感じなんですよね。そんな感じじゃないかな。カモとかするわけじゃないんですか。そうですね、かえって前よりもこの皮膚の感じは良くなってると思うんですけどね。もし抗生症者はちょっと100の2分ぐらいでちょっと舐めない舐めない、綺麗にするだけ、綺麗にする。ダメよお前。ダメ、そうです。早速舐めてるな。さっき1、2、1で。1で。いいよ、当てて。まだだいぶ残ってます、あのハイドロサイド。あ、あります、あります、はい。あの、2枚、これとあともう1枚。一回でもちょっと元に戻しません。あ、あの粉に。粉に。はい。メロインで。そうすると、毎日買えなきゃいけない。あ、はい、はい。うん、これ月曜日か火曜日に変えたでしょ。変えてもすごい、もう変えた花からペロペロ舐めてました。まあまあまあ、そうですね。で、上の包帯だけ、毎日取り替えるようにして、はい、だから取り替えた瞬間は落ち着いてるんですよ。あ、なるほど。でもちょっとするとまた気になりだしてくる。包帯変えただけだとそう変わらないんでね。なんかそういう気分になるんですよね。はい、イサロパンすみません。だからあのメロリンパウダーイサロパンかけてメロリンでちょっとやらさせてもらいますね。はい、すいません、ごめんね、またそっちのもう使うかもしれませんので、はい、取っといてくださいね、はい、あのしっかりパチで止めといてくださいね、はいはい。あとベテラーですね、使うかもしれないね。よいしょ、はい、うん、いいよ。じゃあちょっと後ろの毛とか透明性がはい、やりますね。お願いします。
前から。それなりにやってます、ね。先週1週間前。1週間前ね。はい。豆腐いいですよ。納豆はどうだろうな。まあ、ちょっと試しに一粒ならいいです。味なしで。はい、また下しても困るんで。あ、豆腐はいいと思います。はい、で納豆も一粒やって大丈夫だったら、もちろん味付けちゃダメですよね。はいはい、あのタレはなしでね。はい、あとはカレーには取りなしないよ、うん。食べてくれれば。納豆食べますかね。なんか前一粒だけ試しに与えたんですけど、なんか食べましたね。なんか寝もするからぐにゃぐにゃしてましたけど。まあでも食べてもあれですよね。いくらが食べる10分の1から15分の1ですよ、ね。はい。それであれば。ゲガリプロフィキシジン高専賞ちゃん、頑張ってね。イサロファンイサロファンメロンかメロンね。じゃあちょっとメロンチェンジしようメロンイサロファンで、まあそれでちょっと買い替え方を見てください。はい、どう変わるか変わらないか。でまあちょっと前って2回変えてましたっけ、あれで。いや1回でした、ね。あ、いやいや2回です。2回変えてましたよね。だいぶいい感じだからさ、まあ会話なかったら1回にしてもいいですよ、1日。あ、はい。でもなんか会話だったら2回やったら、はい、もらっとかいいかな。はい。なんかぐじぐじしてたのがすごい綺麗になったは綺麗になったんだけど、そう傷が治りかけの時に痒くなってくるのと同じ感じじゃないかなって気がするんですよね。で今もあのね、あのなんかハイドロサイトのテープにさ、はい、黒っぽいのがねいっぱいついてましたから、採取先が出てきてそれでくっついてるから余計痒いかもしれないんですよね。当初はそんな痒がってなかったんですよね。そうですね。ここのところですよね。はい、この1週間ぐらいがものすごく難病ですね。あんまり飲めないでなっちゃう。くしゃくなっちゃった。ものすごいですね。あ、そうか、その手袋は返して、つけといていいよ。これ置いてます。置いてます。何だよ、これ。似合うね。似合うね、こうした。ピンクと。
った子が1週間後に来るようになったんで、1週間前に残ってるので残ってて1週間後ね。はい、じゃあ書いてください。はい、綺麗だったね。はい、じゃあ OK です。はい、ありがとうございます。はい、すいません。じゃあまた、はい、安定してればね、また前に2週間でしたっけね。はい、2週間ぐらいで。はい、で、なんかおかしく困ったことあったので言ってくださいね。はい、でも前のこと思えばだいぶ綺麗になりました。そうですね。うん、なんかペタンってひっついてるのもなくなったんですかね。あれはまだついてる。ついてるんだ。ペタン、こんなペタンだと思いますけど。はい、ありがとうございます。はい、すいません。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。